それではこちらのタイトルについて間が発表します。参考にした文献です。最初の2つは前回も参照したんですけど、新たに下3つ、こちら分かりやすかった資料と、あとあの本当もう1冊ある青い方のトピックモデルの本と、あともう1個あの東大のこちらの資料がすごくあのサンプリングについて分かりやすく書いてあったので、こちらを参照しました。今日の内容は、前回の LDA のちょっと続きをして、どのように、文章が作られていると仮定しているのかっていう話をしてから、じゃあ今度逆にその、仮定し、そのように作られていると仮定した上で、じゃあ逆にその生成しているものをどのように推定していくのかっていうことをやってから、サンプリングの近似についてざらっと説明していきます。まずは生成過程について説明していきます。 LDA ではまず、文章を作るっていうことを、単語を選ぶことの連続の作業っていうふうに仮定しています。例えばこう文章 D における I 番目の単語を W の DI で、それに対応する潜在変数トピックを Z の DI っていうふうにすると、まず文章 D のトピック分布、例えばその一つの文章に対してどのようなトピックが出やすいのか出ているのかっていう分布、θ D っていうものから、トピックを ZDI を選択で、その選んだトピック ZDI から、今度は各トピック、それぞれのトピックにおける単語の分布、例えばスポーツだったらどんな単語が出やすいかとか、ミュージックだったらどんな単語が出やすいかとか、といった分布の、Y の、ZDI から、単語を選んでいくっていうふうな作業の連続だと仮定しています。こちら引用なんですけど、図で説明していきます。まず、先ほど説明しました文章ごとにどのようなトピックが出やすいかという分布 θd と、今度下の各トピックの単語分布、このトピックでどんなものが出やすいかっていうふうなものがあるファイの k を準備しておくあると仮定します。まず、これなんですけど、LDA の、グラフィカルモデルというもので、先ほど紹介したファイ、シータとファイがあって、それが、それぞれ、パラメータのアルファとベータから、生成されていると仮定した上でこの謎を、示しています。で、文章がこうあるんですけど、文章数 M で、文章 D の単語数を ND、そうですね。で、トピック数ラージ K と仮定しています。で、まず文章1の一番最初のところについて、潜在トピックの ZD を、θ から割り当てると、まずこれでトピックが決まって、その得られたトピックをファイに持ってきて、ファイから単語を生成すると、トピックを選んで、そのトピックから単語を選ぶっていう順番、これを、繰り返していくことになります。2つ目でもそうですね、トピックを選んで単語を選ぶ、これを繰り返して、これを繰り返して、文章が生成されているというふうに仮定しています。次、データからの推定について説明します。文章から、今度逆のことをしていくんですけど、先ほどまではトピック分布とトピックごとの単語分布が分かっているっていうつもりで単語を作ってたんですけど、今度も実際に文章を見たら単語しかないので、そこから推定をしていくことになります。予測の分布全体を知りたいので、ベースの推定を用います。文章 D における、新たな単語、新しく見た単語を
WD の、まあ、このシリスつけたアスタリスクつけたもので対応するトピックを ZD っていうふうに置くと、まあ、予測の分布は、このような式で表されています。で、まあ、この式も変数がまずたくさんあって、で、まあ、まず解析的に求めることがほとんどできないというふうなことが多いです。まあそうですね、まあ、積分の計算がまず難しそうなので、まあ、何らかの工夫をしなきゃいけないということで、まあ、分布のサンプリングという手法を使います。まあ、マルコフチェインモンテカルロ法っていうふうにも言うんです。マルコフ連鎖モンテカルロ法っていうんですけど、まあ、直接、まあ、取ってくるものが難しいものについて、まあ、近似するような手法になっています。まあ、このような何個かあるんですけど、まあ、今回は特に上2つのギブスサンプリングと、まあ、ギブスサンプリングをちょっと発展させた周辺化のギブスサンプリングについて、まあ、ざらっと説明していきます。まあ結構なんかベイズとかなんかマルコフ連鎖モンテカルロ法とかってすごい推してるんですけど、まあ、なんでこれがいいかっていうと、まあ、この先ほどの東大のスライドがすごい分かりやすくて、まあ、最優推定とかだと、まあ、頻度とかで選ぶと、まあ、この頂上しか気にならないけど、まあ、ベイズとかこうマルコフの方だと、まあ、ちゃんとこういろいろぐちゃぐちゃいくけど、まあ、最終的に全体を見ることができる、そのための、まあ、モデルなので、まあ、今回こちらを使う方がいいのではないかというふうになっています。まあ、次にギブスサンプリングについて説明していきます。まあ、導入です。予測の分布、先ほど示したものは、まあ、解析的に求まることがほとんどないということなので、そこで、まあ、もし事後分布からの、サンプルが、まあ、S コあると、まあ、このようにこう平均から求めることができるんですけど、まあこのサンプルの生成すら、まあ、事後分布から、まあ、一度にこのトピック Z とか、トピックの単語分布とか、そのファイとシータを一度に、サンプルすることが、まあ、難しいというふうにされているので、まあ、そこで、ギブスサンプリングというものを使おうというふうになっています。ギブスサンプリングは、同時に、取ってくるものが難しいだったら、まあ、個別に少しずつ作っていけばいいんじゃないかっていう方法で、例えばこう、まあ、Z と先ほど言った、文章ごとのトピック分布のシータとか、トピックごとの単語分布ファイとかはこう3つあるんですけど、まあ、2つを固定して、まあ1個だけ Z1 個だけ作るとか、でその作った Z を用いて、ファイかシータのどっちかをまた作ってっていうふうにこうどんどん残りを固定して1個を作っていくっていうような繰り返しになっています。例えば、文章 D における I 番目の単語の潜在トピック Z の DI について、どのようにこう生成していくかというと、まあもう I 番目以外のものと I 番目のものとそうでないものっていうふうに完全にもう分けてしまって、まあ、残り全てで、I 番目について生成していくというような形になっています。まあ、計算していくとすごいややこしいんですけど、
まあ、なんて読むかな。まずこう一番上の式から、ベイズの法則でこのようになって、まあ、そこからどんどん変形していくんですけど、まあ、最終的に、一番ここの行だと、まあ、I 番目の単語についてとそのトピックの確率と、文章の、文章からその、K であると仮定したときにそれが再生される確率が、まあ、それぞれ出てきて、それの掛け合わせというふうになるんですけど、まあ、これ今回、Z の D の I が、まあ、トピックが K であると仮定した場合なので、まあ、それを全てのトピックで表した全体のものが1になるように整規化してあげると、まあ、それが分母に来て、これを取ったものを分子に置くと、まあ、整規化することができていると。で、まあ、これで、K を生成、生成していくんですけど、まあ、これを、I 番目じゃなくてだけじゃなくて1番目から、まあ、全ての ND 番目まで対して行っていく形になっています。で、ここでこういうよくわからない式が出てきたんですけど、まあ、これが本当に正しいかどうかの吟味についてとこちらをとグラフィカルモデルを使っていきます。まあ、Z の DI を生成するものを考えていたんですけど、まあ、グラフィカルモデルを見て、前回説明したヘッドトゥヘッドとかテイルトゥヘッドトゥテイルとかの考えからいくと、まあ、まず α と Z の DI はヘッドトゥテイルの関係なので、まあ、独立で、まあ、θ と W は、まあ、直接つながっているので、まあ、依存関係にあるということで、まあ、この2つは絶対に、まあ、関係は Z に対して関係がある。で、トピックごとの単語分布 φ と、まあ、トピックの Z っていうのが、ヘッドトゥヘッドの関係になっているので、これは独立ではない、まあ、これは関係があるということで見なせるので、で、まあ、ベータは2つ離れているから、まあ、無視してしまうと、Z の DI は、まあ、先ほど言った、θ と W と φ の3つに対して依存があるということが分かっています。で、さっきの求めたよく分からなかった式がこれなんですけど、それは、まあ、どれも先ほど依存関係があるといったこの3つから構成されていることが分かるので、まあ、式としては、依存な関係のある情報を全て使っているというふうに見なすことができます。まあ、ここでもしこの式に φ とかと θ とかがなかったら、このグラフィカルモデルとの依存関係から確認ができるので、まあ、グラフィカルモデルを使って確認して吟味していくという流れになっています。最後に、周辺化のギブスサンプリングについて説明します。まあ、先ほど例一つしか出さなかったんですけど、本当は、まあ、θ とか φ もそれぞれ、サンプリングしていくことになっていました。そこで、まあ、3つサンプリングしていたのに対し、もっと効率的なことがに手法があるんじゃないかということで、まあ、周辺化っていうことを使って、φ と、θ を、まあ、積分で消してしまって、近似していけば、Z だけ取れば良くなるような状況になるんじゃないかということで、周辺化のギブスサンプリングということが
使われています。周辺化のギブスサンプリングはシータとファイを周辺化して、Z だけをサンプリングすることで、まあ、でシータとファイはどうなるのかっていうと、まあ、ここにあれ、まあ、小さく書いてあるんですけど、まあ、それぞれその1回の生成が終わるごとに、その文章の中でそのトピックが何回出てきたかとか、そのトピックの中で単語が何回出てきたかっていうものを N を使ってカウントしていくので、まあ、それで大体のことが分かってくるのではないかというふうにされています。まあ、今回は、まあ、式変換していくんですけど、まあ、最終的に下のような形になっていきます。すみません、ここまでよく、まあ、ここまでが限界だったので、で最終的に、まあ、今回は、どのように生成されていくのかと、まあ、得られたものからどのように推定していくのかとについて、説明をさせていただきました。これでじゃあ終わらせていただきます。